係者の皆様にお伺いいたしましょう。それでは早速ご登場いただきます。主役の宇和島市立図書館自転車課に勤める赤松すずめ役の武田里奈さん、同僚の岡崎健一役の小林豊さん、三好留役の吉行和子さん、監督の大森健一さん、宇和島伊達13代目当主伊達宗信さん、宇和島市長の石橋博久さん、そしてただいまゆるキャラグランプリ2015 1位を開催しております愛媛県イメージアップキャラクターのみきゃんにお越しいただいております。はい、では皆様一旦お座りください。それではまずはじめに本映画の監督、脚本の大森健一さんにご挨拶をお願いいたします。はい、あ、すみません。あ、改めまして監督の大森健一です。この映画は今月末から、いよいよクランクインなんですけども、この映画はまずは、ご当主との出会いから始まりまして、愛媛県、宇和島市、ご協力いただく中での制作となります。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ、宇和島の再発見にもなり、そして全国の皆さんに宇和島の魅力を知っていただけるいいチャンスになるかと思います。それでは続きまして、ロケ地になります宇和島市の市長石橋様にご挨拶をお願いいたします。宇和島市長の石橋です。どうぞよろしくお願いします。一言ぜひ、この映画が誕生しますけれども、市長の感想などをお話しいただけますでしょうか。はい、我々宇和島市といいますのは、実は先代伊達政宗の、長男秀宗公が宇和島に入って宇和島伊達藩というのを400年前に作りました。ちょうど今年がその400年目ということで、今市の方は、全力を挙げて400年祭というお祭りを春から秋ずっとやっております。その記念すべき時に、この映画を撮れるということで、私としても大変嬉しく思っておりますし、市民一同も大変楽しみにしております。大森監督の下で、素晴らしい映画ができること、また宇和島の今を、後世に伝える、そういう意味においても大変いいものができるということで、大いに期待している次第です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さて本日はですね、宇和島商工会議所広瀬会頭ほか関係者の皆様も会場にお越しいただいております。ありがとうございます。それでは本映画制作のきっかけになりました宇和島伊達400年祭、宇和島伊達13代目当主伊達宗信様にご挨拶をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました宇和島伊達家でございます。監督とはですね、愛媛のつながりということで、ご縁をいただき、この映画を作っていただくことになりました。また素晴らしい出演者の皆様とですね、一緒に、この宇和島の映画を成功させてですね、西の伊達ここにありというところを全国の方に、見せていきたいなと思っております。で、先ほど市長の方からもお話ありました通り、先代伊達、政宗公の長男が、宇和島の方に1615年ちょうど400年前に、入部したわけですけれども、話すと長くなりますので、今日ちょっと簡単な絵本を何冊か用意しておりますので、関係者の皆様もし興味がある方は、はい、そちらの絵本をですね、帰りに、持って行っていただいて、なんで宇和島に伊達家があるのっていうのを感じていただければなと思います。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。この
宇和島400年祭ということで、監督このように、皆様に支えられての映画制作なんですね。ぜひ一言お願いいたします。はい、そうですね、本当に奇遇な出会いから始まっているんですけども、ご当主と、出会いさせていただきまして、そこから、400年祭があるというところも、お聞かせいただきまして、まあ、なかなか、今回の作品というのはもう、オリジナル脚本でありまして、そして、全てオール宇和島市でロケをするものであります。なかなかこの昨今の映画、邦画界でいうと、こういった条件で撮るというのはすごく難しい、ハードルが高いところではあるんですけども、実現に向けて、こうやって進んでこれたのは本当に皆様の、ご協力のおかげと思っております。まさに今月末からクランクインですので、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、まさにね、クランクイン直前ということなんですけれども、それでは、出演者の皆様にもお話を伺ってまいります。主演の武田里奈さんにも伺ってまいりたいんですが、はい、さあ、いよいよクランクイン、はい、今のお気持ちはいかがでしょうか。そうですね、今日初めてキャストの皆さんとお会いもできて、最初に台本を読んだ時に本当に愛のある作品だなと思って、この作品は、もういい作品にしかならないだろうなって正直自信があります。まだ全然ワンシーンも撮ってないんですけどでも本当それぐらい自信のある作品なので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございます。武田さんはちなみに宇和島市には行かれたことは、はい、まだないです、ね。はい、でもこの間監督に写真を見せていただいて、素晴らしい街だなと思って、かなり行きたいです。興味を、はい、1000枚ぐらい見せていただきました、はい、写真を、はい、ですね、全部見て、はい、はい、宇和島はとてもいいとこですので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。楽しみにしてます、はい。それでは、続きまして小林豊さんにお伺いしたいんですが、はい、撮影に向けての抱負をぜひお聞かせください。そうですね、僕もまだ愛媛県も宇和島も行ったことがないので、帰る頃には、宇和島っ子だぞって、宣言できるぐらい、はい、宇和島のことを知っていきたいなと思ってます。もう本当にその撮影期間で宇和島っ子になると宣言されましたね。そうですね、あとはちょっとみかんを食べまくって、ちょっとビタミンを取ってですね、はい、お肌プルプルで帰れたらなと思っております。はい、どうでしょう、よろしいかと思いますありがとうございます。はいそれでは続きまして、吉行和子さんにお伺いいたします。本作品ではトメという名前のトメ役でいらっしゃるんですが、この役柄についてなど何か思うところはありますか。まあ、本当にいい話で、そういう記念の年にこういう映画にができて、しかもそれに出演できるっていうのはとても嬉しいことなんです。でトメさんは本当宇和島の歴史みたいな人ですよね。本当は私はまだ知らないもんで、これから撮影の時に綺麗な景色やいろんなところを拝見してしようと思って楽しみにしてるんですけれど、私の役は焼ける前の図書館に勤めてたっていう人で、そこでほのかな恋をして、その恋人のことを思いながらずっと生きているっていう素敵な女性なんです。ですから楽しみに、私もすごい年ですけど、トメさんが恋をしたくらいにはまだ恋ができないぐらいな子供だったってことをちょっと申し上げていた方がいいかなと思うんですけれど、はい、とても楽しみにやらせていただきたいと思ってます。ありがとうございました。